このようにピントがなかなか合わず、どうしてよいのかわからなくなってしまうことがあります。そのままシャッターを押してしまうと、何を撮っているのかわからない写真になってしまい、とても残念です。撮りたいものにきちっとピントを合わせるのは写真撮影の基本となりますので、こちらではピント合わせのコツをお話しさせていただきます。サイバーショットもそうですが、オートフォーカスカメラはシャッターボタンを半押しにするとピントを合わせる動作をします。しかしピントを合わせる目印がないとピントが合わせられません。ピント合わせには目印が必要なんです。このように目印が見当たらない場合は、近くのものにピントを合わせ、半押ししたまま少しずらして撮影しましょう。小さなものを大きく撮ると、虫眼鏡で見たような迫力ある写真が撮れます。ただ、ズームレバーで大きくしようとすると、カメラの近くでピントが合わなくなってしまいます。そんな時には、W 側にしてカメラを被写体に近づけましょう。例えば、こちらのサイバーショットでは、被写体に1センチまで近づけます。こちらのサイバーショットは5センチまで近づけます。レンズを近づけて少しずつ離していくと、ピントが合う一番近い場所を見つけられます。ティーガーでは離れないとピントが合いません。近くのものを大きく撮るには W 側にして近づくと覚えておきましょう。カメラを一旦近づけ、少しずつ離していくと、ピントが合う一番近い場所を見つけられます。引き続き、使用頻度の高い機能の一つ、セルフタイマーについてご説明いたします。小さな三脚は、このセルフタイマーでも役に立ちます。10秒にセットすると、記念撮影に便利なのは想像がつきやすいのですが、一見難解なのが2秒のセルフタイマーです。2秒セルフタイマーでこのようにすると、後ろ姿が映ってしまいます。三脚に乗せていても、シャッターボタンを押すときにはカメラは多少動いてしまいます。そんなとき、この2秒セルフタイマーを使います。シャッターボタンを押した振動が収まったぐらいでシャッターが切れます。このことでよりくっきりとした夜景を撮ることができて大変便利です。これからいろいろな場所にカメラを向けてみます。こちらのお任せオート撮影は、サイバーショットがシーンを自動認識しますので、お任せで綺麗な写真を撮ることができるモードです。サイバーショットがどのように認識したのかは、液晶画面に表示されますので、こちらにご注目いただきながらご覧ください。このような場所にカメラを向けると風景、向きを変えて逆光になると逆光、近くのものに近づけるとマクロとなります。夜の景色は夜景となります。三脚や台の上などに置いて夜景を撮るときには、カメラを置いてしばらくすると三脚夜景となり、より綺麗な撮影ができます。人物は特に顔をしっかり撮りたい被写体です。人物が入ると顔を検出します。サイバーショットの顔検出です。人物にカメラを向けてみます。
このように四角の枠が表示され、顔を検出したことを知らせます。この時、人物モードとなります。一度検出すると、顔を追尾し始めます。ピントや明るさ、肌の色などを検出した顔に合わせ調整します。逆光の中の人物は、逆光&人物で、周りが明るくても顔に合わせて明るさを調整します。夜景をバックに撮る人物も顔検出で夜景&人物と表示されます。この顔検出は自分撮りでも活躍します。先ほどお話ししたセルフタイマーから自分撮りをします。セルフタイマーで自分撮り1人または自分撮り2人を選びます。レンズを自分に向けます。設定した人数の顔を検出するとピピッと音が鳴り光って知らせます。その後はカメラを動かさないようにしましょう。顔が写真から外れるのを防ぎます。2秒後にシャッターが切れ、自分撮りの完成です。笑っただけで自動撮影、笑顔がシャッターになるスマイルシャッターです。こちらのボタンを押し、レンズを自分に向けてにっこり微笑むだけです。笑顔を検出するポイントはこちらです。前髪がかからないようにします。カメラに対して正面を向き、なるべく水平になるようにします。目は細めにします。口を開けて笑います。歯が見えている方が笑顔を検出しやすくなります。笑顔の瞬間を捉えるのは実は難しいものです。スマイルシャッターを使うと笑顔の写真がたくさん撮れます。ぜひお使いください。オート撮影にはもう一つ、プレミアムオート撮影というモードがあります。一回シャッターを押すと、状況を判断して複数枚撮影して、一枚に重ね合わせて撮影します。夜景や逆光など撮影が難しいシーンでも、重ね合わせることでひときわ美しい写真を残せます。お任せオート撮影よりも記録処理に時間がかかりますが、お任せオート撮影よりも高画質な画像を残したいときにおすすめのモードです。すぐに操作できる手元に割り当ててあるボタンの一つに連写があります。シャッターボタンを押し続けている間、最大10枚連写します。感動の一瞬を写したいときに連写を使ってみましょう。撮影した後、撮影した1枚1枚をメモリーカードに書き込みます。この時、少し時間がかかります。それでは再生してみましょう。再生をしたときには、一枚に重なって見えます。一枚一枚確認したいときにはこのように。これで一枚一枚を確認していただくことができます。この中のベストショットを選び、それ以外を削除することもできます。一旦削除すると元に戻せませんので、削除は慎重に行いましょう。また、再生時に画面に表示されている傾け再生、こちらを実行すると連続で見ることもできます。
美術館や動物園などフラッシュを使った撮影を禁止されている場所は意外に多いものです。ここではフラッシュの止め方についてお話しします。使用頻度の高い機能はすぐに操作できる場所に割り当ててあります。ダイヤル式の場合ですとこちら、タッチパネル式の場合ではこちらです。走行中の乗り物に向けてフラッシュをたくと運転手の目に残像が残り安全走行を妨げてしまいます。また個室でないレストランでフラッシュをどんどん焚いて撮ると周りの方やお店の方に不愉快な思いをさせてしまうこともあります。マナーやトラブル防止の観点からここではまずフラッシュの止め方についてお話しさせていただきました。こちらにある DISP についてお話をします。 DISP とはディスプレイを意味し、表示関係を切り替えます。いろいろ操作していて情報表示が消えてしまったときにはこちらのボタンが操作されていることが少なくありません。ご確認いただくと素早く復旧させることが可能です。お試しください。液晶画面の保護のため液晶保護シートが別売りで準備されています。液晶画面の傷防止のためお勧めいたします。撮った写真をプリントして飾ったりブログにアップしたり、写真の楽しみ方は様々です。私のおすすめの楽しみ方はこちらのデジタルフォトフレームです。こちら写真はもちろん動画にも対応しています。綺麗に撮って綺麗に見る、動画も綺麗に撮れるサイバーショットとともに写真を楽しみましょう。